どうもこんにちは、マイクラやってるかい？ただいまマイクラまとめ曲のグッズが販売中。概要欄に専用サイトの URL を設けているからそれを見るんだ。さて、今回は謎のシード値を見ていくが、ちょっとしたゲームもしてもらおうか。やることは前と同じだ。動画のどこかにキーワードを散りばめたから、それを集めて一つのワードにするんだ。わかったらコメント欄に書こう。見つけたら幸せになれるかも。さあ、今回は久々の謎のシード値だぞ。最初に紹介するシード値は、666だ。謎のシード値に関してはもうお馴染みだな。悪魔の数字なだけあって、これでワールドを作成すると、よろしくないことが起こるらしい。それを取り上げている動画は数えきれないぐらいたくさんあるんだが、今回別の動画があったからそれを紹介していこう。その動画は、プレイヤーがサバンナを探索しているところから始まる。ワールドを作成しているところは映っていないが、シード値に666と入れたのは間違いないぜ。プレイヤーはすぐに気を壊し始める。普通にサバイバルをするつもりなんだな。アカシアの原木ブロックを手に入れた後は、すぐに斧や剣といったツールを作成。羊を倒して羊毛や肉を手に入れるぜ。動画の冒頭は、特に何事もなく進んでいた。しかし、十字架のような、そんな穴があった。プレイヤーはそれが気になったようで、じっくりと観察したぜ。形は奇妙なことこの上ないが、マインクラフトのワールドは自動生成。だから穴ができようが突起物ができようが、十分にあり得ること。つまるところ、十字架のような穴ができてもおかしくないってことだ。プレイヤーは穴を少し調べた後、すぐにその場から離れていく。その後は石炭鉱石を掘り掘り、いくつか石炭を手に入れた後、また十字架の穴だ。しかも今度は、逆さ十字だ。逆さ十字というのは、いろいろ意味があるのだが、有名なのが、悪魔崇拝だ。悪魔とつくぐらいだから、不吉なものだと言われているぜ。しかし、所詮は先ほどと同じ、ワールド生成でできた時の穴だ。特に深い意味はなく、たまたまこういう形になったことも十分にあり得る。だが、逆さ十字ではないにしても十字架の穴はまだまだあった。こんなにポンポン出てくるものなのだろうか？何かをほのめかしているのではないかと、考えてしまう。嫌な予感がしながらも、プレイヤーはワールドの探索を続けるぜ。歩いていると、巨大な洞窟を発見。それに惹かれたのか、プレイヤーは洞窟の中を入っていく。しかし、その中には、逆さ十字架が至るところにあった。奥には宙に浮いた十字架がある。これは明らかにおかしいぜ。ブロックで作られたものたちも十分におかしいのだが、問題は宙に浮いた十字架だ。近づいてみてみると、レッドストーンと血が刺さっていて、何かを象徴しているかのようだ。太陽が沈んで夜になった頃、プレイヤーは周囲から集めてきたブロックを積み上げ始めた。そう、あの宙に浮いた十字架を確かめようとしたんだ。なんとか土ブロックや木材ブロックで積み上げて、ようやく同じくらいの高さまで来た。プレイヤーはその十字架に飛び移る。地上から見た通り、石ブロックとレッドストーンと血でできてる。次の瞬間、突如テレポートさせられる。そして何かが聞こえてくるぜ。振り向くと、大量の牛が落ちていた。意味がわからない状況だぜ。プレイヤーが戸惑っていると、突如落とされて、そのまま死んでしまう。動画はこれで終わっている。最後のプレイヤーが死ぬシーン。よく見ると、地面に溶岩が敷かれていて、レッドストーンと血もあるぜ。この短時間の間に、誰かが設置したのだろうか？だとしたら、それは誰なのだろうか？疑問が止まらないな。シード値666を検証したプレイヤーは、このシード値ではワールドを作らない方がいいと言っている。次は統合版マインクラフトで遊んでいた2人のプレイヤーが、残した映像になるぜ。すでにワールドを作成する画面になっているのだが、ここで入力したシード値がこれだ。結構長いシード値だな。なぜこのシード値を入力しているのか、それはわからないぜ。適当に入力した数字なのか、それともどこから情報を得たのか。ただ、このシード値で作成したワールドが恐ろしいんだよ。少し設定をいじった後は、ワールドを作成するぜ。少し時間がかかるが、問題なくワールドは作成される。始まりは、海に面した平原バイオーム。近くに脇があればモブもちらほらといるので、かなり恵まれた場所だな。とにかくプレイヤーは普通にサバイバルをするぜ。木を伐採してツールを作成。順調に進んでいく。プレイヤーは木の家を作るつもりなのか。とにかく多くの木をたくさん伐採するぜ。その時だった。なぜかガラスブロックがあったぜ。しかもそれは、天高くそびえ立っているのがわかる。もちろん、プレイヤーはガラスブロックなんて作っていないため、こんな代物は作れない。当然、一緒に遊んでいた友人が作ったものでもない。友人もガラスブロックの塔に気づき、近づいてくるぜ。だが、友人が来たところで特に何かがわかるわけではない。ガラスの塔が気になってしょうがないが、とにかくプレイヤーと友人は木の伐採を続けたぜ。その時、友人が、後ろを見て、と言い出す。プレイヤーはその言葉を無視していたが、スティーブのような何かがいたぜ。気づいたかもしれないが、あのスティーブ、顔がなかったんだ。まるでのっぺらぼうのように、驚いたプレイヤーはすぐにその場から離れるが、そこには誰もいない。すぐにゲームをやめるべきなのだが、二人はゲームをやめずにまだ続けるぜ。やがて、ガラスブロックの塔を壊すことに、まあ壊したところで何かが出てくるわけではないな。目障りだったんだろう。しかし、突如左上に赤い何かが出てくる。文字に見えるが、読み取れるものではない。ぐちゃぐちゃになっているんだ。プレイヤーは戸惑ってしまう。どうやらそれは友人にも見えたようで、なんだこれと驚きの声を上げる。だが友人が反応した途端、その赤いのは消えてしまうぜ。怖くなったのか、友人はプレイヤーを探すぜ。どこにいるのってな、あたりはすっかり暗くなっているし、明かりも全くない。これじゃあプレイヤーを探すのは大変だろう。一方プレイヤーは友人を探そうとはせずに、動き回る。途中敵モブの猛攻にあってしまったため、一旦高いところから飛び降りて体力ゲージをリセットするのだが、その後がやばかった。またあの赤いのが出てきたんだ。そして、プレイヤーはなぜか死んでしまう。体力ゲージが満タンで、敵モブも近くにいなかったのに、奇妙な現象が多発する中、二人は合流。もうここでやめた方がいいのだが、二人はそれでもやめない。しばらくして、先ほどの動画でもあったような十字架を発見。これはレッドストーン鉱石でできている。偶然にも十字架の形に並ぶことがあるのだろうか？考えられないな。その後、二人は敵モブの猛攻から身を守るために洞窟へ入る。そこでは特に何もなかったのだが、動画はここで終わっている。最後、再びのっぺらぼうのスティーブが出てきたな。あれはその見た目のまま、フェイスレススティーブと呼ばれているぜ。どうやら、最初に入力したシード値に出てくるようだ。最終的にプレイヤーがどうなったのかはわからない。みんなも、このシード値でワールドを作成するのはやめておこう。きっと良くないことが起こる。もしかしたら、マインクラフト自体を破壊されてしまうかも。次は、幽霊が出るシード値だぜ。シード値だけで幽霊が出るなんて考えられないが、そう報告する一人のプレイヤーがいるんだ。そのプレイヤーは最近マインクラフトを買ったようで、いろいろ手探り状態だった。特にシード値がまだよくわからないようで、適当な言葉や数字を入力してはワールドを作成していた。ある日こんなシード値を入力したぜ。ゴースト1019289だ。なぜ、ゴーストと入力したのか。なぜ、1019289と入力したのか。その理由はわからない。ゴーストはたまたま思い浮かんだワードなのかもしれないし、数字は適当に入力したものかもしれない。いつものようにワールドを作成したのだが、とんでもないことが起こってしまう。映像はワールドを作成している画面から始まる。先ほどのシード値を入力してワールドを作成するぜ。ワールドの作成が終わると、なぜか真夜中の状態でスタート。普通マインクラフトは昼から始まるはずだ。不思議に思いながらもプレイヤーはサバイバルを開始。ゲームモードはピースフルにしているため、敵モブの心配はいらない。とにかく木を伐採してツールを作り、その後は石や石炭などを掘っていく。ここまでは順調だ。資材が十分に集まったところで、プレイヤーは妙なものを発見する。村を見つけたのだが、何か高い塔のようなものを発見する。ただならぬ雰囲気を感じたため、プレイヤーは近づいてみるぜ。村に入ってみると、そこにはなぜかレッドストーントーチが置いてあった。まるで松明の代わりに置いているようだ。それだけではない。村の至るところにレッドストーンが置かれていて、スティーブの頭が置かれている。まるで村が襲撃にあったかのようだ。村人の姿は一切見えない。家で寝ているわけではないのは明白だぜ。プレイヤーが家を調べたからな。おそらく、何者かに殺されてしまったのだろう。念のために、鐘を鳴らしてみるが、全く反応はない。村の真ん中には真紅の幹が置かれている。なぜネザーのブロックが置いてあるのか、その理由は全くわからない。そしてこれだ。画面にノイズが走る。まるでゲーム本体が故障しているかのようだって。プレイヤーもノイズに驚いている。ただならぬ状況だぜ。プレイヤーはまだまだ村を探索。とある大きな家に入っていくのだが、その家が大破していた。廃村だったら家が少し壊れていることはあるが、ここまで大きく壊れていることはないぜ。プレイヤーはどんどん村を調べてみるのだが、村はとにかく不気味だった。道のど真ん中に真紅の幹が設置されていたり、多くの木がどんと立てられたりしていた。さらに、花が植えられている場所にはウィザーローズがあった。極めつけはこれだ。普通畑があるところに、ネザーウォートが植えられているんだ。土がある場所はソウルサンドになっており、水がある場所には溶岩が流れている。周囲は真紅の幹が設置されている。まるでネザーの畑だ。プレイヤーが作業台でクラフトしていた時のこと。血まみれのスティーブがプレイヤーを見つめていたんだ。これには思わずドキッとしてしまうぜ。近づいてみると、あのスティーブはとっくに消えていた。あの村は血まみれのスティーブがやったのだろうか。おまけに周囲にある木は葉っぱが全部取り除かれている。まるでヘロブラインの出現予兆のようだぜ。そして、ここまで来て気づいた人はいるだろうか。夜が全く明けないんだよ。ずっと夜のまんまなんだ。時間が固定されているんだろう。当然プレイヤーはこのワールドを作成した時にチートをオンにしていないため、コマンドでやったわけではない。最初からそうなっていたんだ。その夜が明けないワールドを調べていると、また塔を発見。今度は違うやつだ。プレイヤーはそれを目指してみるとことに、それは、グローストーンでできていた。そのため周囲が明るいぜ。かなり高くそびえ立っているぜ。まるで何かの目印になっているかのようだ。近くを調べてみると、穴を発見。なんてことのない穴に見えるのだが、真ん中にすごく深い穴が開いている。気になったプレイヤーは、その穴に飛び込んでみることに、水バケツがあるので、落下ダメージの心配はいらない。だからどんどん奥深くへ潜っていくぜ。あいにく松明がないため、真っ暗の状態で進んでいくしかない。壁を殴りながら進んでいくと、たまたまレッドストーン鉱石に当たって、周囲が少し明るくなる。どうやら、岩盤と石でできた通路にいるようだ。まるで誰かが作った人工物だ。奥まで進んでいくと、扉を発見。誰かがいる。直感でそう感じたプレイヤーは開けてみることに。あのスティーブがいたぜ。恐怖を感じたプレイヤーは急いでそこから逃げる。しかし、暗くてよく見えないため、うまく逃げられない。レッドストーン鉱石を殴って明かりをつけるも、それだけではこと足りない。そして、画面に激しいノイズが走り、動画が強制的に止まる。その後プレイヤーがどうなったのかはわからないぜ。どうやら、ゴースト1019289というシード値は、危険なもののようだ。みんなも、そのシード値でワールドを作らないようにしよう。続いてはこの映像だ。どうやらこのプレイヤーたちは、シード値787,810を入力してワールドを作成したようだ。なぜそのシード値を入力したのか、それはわからない。動画は2人のプレイヤーが一緒にサバイバルをしているぜ。撮影者をプレイヤー、もう1人を友人と呼ぼう。どうやらすでにゲームは進んでいるようで、拠点やアイテム、あらゆるものが揃っているぜ。動画の冒頭でも、それぞれが用意したアイテムについてチャットで話している。アイテムについて話し合った後、友人がとある方向を向く。どうやら海にある島が気になるようだ。あそこにスケルトンがいるのを見たよ。そういうのだが、スケルトンはいないぜ。だが、いたとしてもおかしいことではない。消えてしまったことについても、ただでスポーンしただけなのかもしれないぜ。しかし、友人はどうもそれが気になってしまう。どうやら挙動がおかしかったようだ。もしかしたら何か変なバグが発生しているのかもしれない。とまで疑い始める始末。当然、プレイヤーは信じない。そこで友人があることを問いただす。このワールドのシード値ってなんだっけ？プレイヤーはすぐに、787,810と答える。すぐ答えられるところから、シード値を提案したのはプレイヤーっぽいな。翌日、友人が羊を狩りに外へ出るのだが、拠点付近にスケルトンを発見。プレイヤーは剣を取って倒そうとするが、友人がそれを制止。それにはちゃんと理由があった。燃えていないんだ。太陽の元にさらされているのに、全く燃える気配がない。バグの可能性があったから、触れずに置いておきたかったみたいだ。しかし、スケルトンは消えてしまった。死んだのか、それともバグで消えてしまったのか、わからない。ただ、何かが起こっているのは確実だった。それ以降は確認のしようもなかったので、二人はサバイバルを再開。友人は改めて羊を狩りに行くぜ。プレイヤーは植林場にできた木をとにかく伐採した。その後はプレイヤーが作業している様子が映っている。その時、洞窟内で、一瞬何かが見えたぜ。なんだかスケルトンのようにも見えたな。だがプレイヤーはあまり気にしていないのか、報告せずに地上に戻ろうとする。スケルトンが走ってきた。プレイヤーは驚きながらも、そのスケルトンを追いかける。しかし、はしごを降りた途端、姿を消してしまった。明らかに変な動きをしたスケルトンだったため、プレイヤーは念入りに周囲を調べるぜ。だけど、いない。どこを探してもスケルトンはいないんだ。とりあえずプレイヤーは友人に報告。何が起こったのかを大雑把だが話したぜ。友人は疑いもせずに、真剣に聞いてくれた。まあ、話し合ったところで何なのかはわからないんだけどな。しばらくして友人が戻ってくる。どうやら相当な遠出だったようだ。夜になったため、もう寝てもいい時間帯なのだが、二人は拠点周辺でスケルトンを探してみることにした。とにかくあの妙なスケルトンの正体を突き止めたいんだろう。もう完全にサバイバルどころではないな。しかし、拠点周辺をいくら探してもスケルトンはいないぜ。プレイヤーたちのワールドは、ピースフルになっているため、スケルトンが現れれば、すぐに気づけるはず。だから拠点周辺にいないのは確実だ。続いてプレイヤーがスケルトンを目撃した地下を調査してみることに。中に入って早々、友人が口を開く。ちょっと信じられないと思うんだけど、洞窟に入った途端、何者かに見られているような感じがしてならない。それを聞いてプレイヤーは何というのか気になるところだが、僕もそうなんだと言い出す。なんと、二人とも視線を感じているようだ。気味が悪かったが、とにかく頑張って調査を続けるぜ。やがて、プレイヤーがスケルトンを見つけたあの現場に、手がかりが何もないため、とにかくそこを探してみることにしたぜ。洞窟は案外深く続いておらず、すぐに行き止まりになってしまった。これ以上調べてもしょうがない。そう判断した二人は、地上へ戻ることにしたぜ。これ以上奇妙な現象やバグも起こっていない。これで終わりなんじゃないかと思ったんだろう。確かに、出てこないものをこのまま調べてもしょうがないよな。これで終わりではなかった。なんと、拠点周辺の木すべての葉っぱブロックが撤去されちまっている。これはありえない現象だ。それだけではない。拠点が燃やされている。もうこれは単なるバグではない。二人はそう確信したぜ。そして翌日。今度は拠点に溶岩がかけられていた。どうやら犯人は、拠点を破壊したいらしい。その時友人が、スケルトンを見たと言い出す。映像には映っていないが、どうやら地下へ潜ったようだ。改めて地下を探すぜ。奴がいた。二人は怒りをぶつけるかのように襲いかかる。その後ゲームはクラッシュしたようだ。動画はこれでおしまい。二人がスケルトンにやられる際、画面にノイズが走り、妙な画像が出てきたよな。あれは何かを意味しているのだろうが、画面にノイズが走りすぎてよくわからなかったぜ。だが最後の画面、赤文字で大きく、人間にしようと書かれているんだ。どうやら、あのスケルトンはひどく人間を恨んでいるらしい。その理由はわからない？なんと、他のプレイヤーにも似たような被害に遭ったらしい。とある人は壁を通り抜けるガストに襲われてワールドを消され、また別の人は変な動きをするゾンビに襲われたんだとか、スケルトンが悪さをしているのではなく、敵モブが悪さをするらしい。その原因があのシード値なのか、そこまではわからない。それにしても特定のシード値を入力しただけでこんな事態になってしまうのは、かなり恐ろしいぜ。みんなのシード値、78万7810はやらないようにしよう。あのスケルトン、いや不可思議な敵モブたちが、待ち構えているのかもしれない。はい、今日はここまでだよ。動画内に散りばめられたキーワードは分かったかな？分かった人はコメント欄に書こう。それじゃあまた別の動画で会おう。バイバイ。